ボシャボシャ。おーだっす。今日はですね、楓持ってきました。KED の5番。楓の5番です。はい、こちら、ドドン。中身何も見えません。こんな感じの見た目してます。すごいっすよ。歯の密集具合。やばいことになってます。こんな感じで、もうみっちみちに歯が出て、生えてて、すげえことなってるんで、まあ、ぴょんぴょん出てる小枝の剪定と、あと軽いハスカシ、やっていこうかなと思います。全剥がりしようかなとかもちょっと考えたんですけど、まあ、全剥がりやってもいいんですけどね、やってもいいんだけど、まあもうそろそろ夏来るし、ちょっと埼玉県引っ越してきて初めての夏なんで、ちょっとねあまり攻めすぎても怖えなっていうところで、めちゃくちゃ暑い、暑くなる可能性があるんで、ちょっとねここで体力使いすぎて夏を越えきれませんでしたってなっても嫌なんで、ちょいと過保護にやっていこうかなと思います。この過保護がね、まあ、吉と出るか凶と出るか、それは来年以降にしかわからないんですけれども、枯れるよりマシでしょうっていうことですね。枯れたらもう何の手入れもできないですから、枯れないように気をつけてやっていきたいなと思います。まずは飛び出しているところの剪定から、もうこの辺はもう輪郭でいっちゃいます。この木はね、ここが若干へこんでるんですよ、わかりますかね、こういうここ正面だとして、この辺が少しへこんでるの分かりますかね、枝が足りてないんですよここ。だからまあこの辺は優しめにいきます。飛び出てるところはね、容赦なく落としていきます。輪郭この時点で飛び出てたらもう全剥がりしたとて切り戻すことになると思うんで、この辺で飛び出てる、今の時点で飛び出てるやつはもういらない部分だと判断します。ぴょん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 、ハサミがねこれ180センチぐらいあるのかな、180超えてたっけな、いやー長さ覚えてねえな、くそ、ちょっとでかいですよね。ちょっと前に短いハサミ買ったんですけど、そのハサミどっか行っちゃって今手元になくて、そのハサミがねめちゃくちゃ使い心地良かった、この取り回しが効く、小回りが効くというか、めちゃくちゃ良かったんですけど、ちょっとそれに比べるとでかいんですよねハサミが。もうちょっと小さいハサミ、もしくはね軽いハサミないかな。ここはね個人差あると思うんですけど、でかくてもね使えないことはないんですよ、使えないことはないんだけど、ただ前に使うってなるとそのちょっとした差が気になる、あれ良かったなあっていう思いがなんかねたまに湧いてくるんですよ、あのハサミ使いやすかったなあ。よし、一旦剪定完了しました。いやーすごい密集具合やばいっすね、マジでこの密集具合で、ボディ見せたいんでボディを隠してる葉も容赦なく落としていきます。
で多少恥ずかしすると、まあ、前上がりするのが一番分かりやすいんですけど、中が見えてくるんで、中が見えてきたらさらに、あ、この枝めっちゃ徒長してんじゃん、いらないねっていうのが分かるんで、前上がりじゃなくてもね、気づけるところあるんで、ちょっと恥ずかしして必要であればさらに剪定を加えていきたいなと思います。もう中真っ暗ですからね、こんな感じで。これどこまで今日ちょ 小枝じゃない葉っぱの数がめちゃくちゃ多いんで、今日どこまでできるか分かんないですけど、とりあえず可能な限りね、透かして葉を透かしていきたいなと思います。肩剥がりとかその悠長なことやってらんないんで、とりあえずでかい葉っぱを中心に、あと輪郭見出す葉っぱを中心にガッシガシ落としていきたいなと思っております。結構今落としましたけどね、こんな感じで。これ剪定した葉っぱも込みですけど、結構落としたけど全然変わんない。輪郭が多少整ったかなぐらいであんま変わんないんで、もうガッシガシガッシガシいきましょう。おらー、おいっとおいっと、この辺下に垂れてるやつはねいらない、ボディを隠してるやつはいらない。雰囲気あっていいですけどね、下向きの葉っぱも雰囲気あっていいんだけど、ちょいと見栄えが悪い。しっかりと追い込んでいきましょう。葉付きのピンセットがね役に立つね、こういう細かい作業するときはパチ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 取れていくんで、おりゃおりゃおりゃと。前剥がりするんだったら手でむしったりとかしますけどね、意外と手の方が早かったりする。よし、じゃあそんな感じで全体的に葉っぱむしっていきます。剥がりしていきます。はい、完了。いや結構落とした。雨降ってるからちょっと葉っぱがくっついてやりづらいんですけど、こんな感じです。ただん、いや見づらいな、ちょっと急遽追加手入れ、おりゃおりゃ雑で申し訳ない。こんな感じです。どどん、やっと中見えました。ふう、反対から見ると こっちが正面かな、どっちが正面だ、こっち正面か、うん、まあどっちかが正面ですね。こんな感じになりましたよと。いやーいいね、この密集具合最高です。みちみち、ただこの密集してる中でもね、枝足りてない部分はあるんで、徐々に徐々に作っていきましょうか。ちょっと失礼、若干左長いかな、いいか、うん、気持ちここが出てる気がする。もう葉っぱがあるかどうかで輪郭が決まっちゃうからな、本当は枝で決めたいんですけど、葉があるかどうかでここが飛び出てるように見える。おりゃこんな感じか、
あとここも飛び出てるように見えますね。葉っぱ取っちゃえば、葉っぱ取っちゃえばね、今時点での輪郭は整う。一瞬だけね、また葉っぱ出てきたら崩れるんですけど。こういう感じか。まあ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 、ちょっとね、やり始めたらね、いくらでも触っちゃうんで、時間いくらあっても足りないんですけど、一旦こんな感じで終わりにしようかなと思います。いやー、いい感じですよ。なかなか枝がすごい混み合ってきた。この感じでね、もう少し頑張ってもらいたいなと思います。あとへこんでる部分ね、ここの充実を待って、あとは足元ですね。これ取り消したラインが見えてるんですけど、これが消えるぐらい足元が育ってくれれば、この木はもう完成に近づくんじゃないかなと思います。うん、素晴らしい。これで綺麗にできたら集合点とか出せないかな。厳しいか、どうなんでしょうね。どのぐらいのレベルだったら集合点とか出せるんでしょうね。きついかな。足元苔で感情白皮のライン隠せばいけると思うんですけど、まだ足元が全然ちょっと粘りっぽいのができてないんで、もうちょっと時間かかりそうですね。 OK、 じゃあそんな感じで本日の作業は以上です。